どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ本日の動画はですね、すごく役に立つこの動画です。ドン、ウクレレのカッティング、もう基本中の基本を前編後編に分けてめちゃくちゃわかりやすく濃厚解説しますという動画の前編でございます。パート1前編、全部で14個のステップを用意しています。今日は7個、ファーストステップから第7ステップまでです。で、後編の動画はですね、だから8ステップから14ステップまでということで、前編7章、後編7章ということで、壮大な、このカッティングのロマンの旅を皆さんと一緒に進めていこうというふうに思いますが、ですね、これは最初に言ってきますけど、このカッティングっていうのはですね、ガズレレのリズムの中でも、かなり、ハイレベルな、リズムのこのセクションになるんで、まずはですね、初心者の方、その8ビートとか16ビートとか、ガズレレのね、初心者レッスンプログラムっていうのがあるんで、それでちょっと学んでください。ちょっとそれも、概要欄に貼っとくんですけど、まあ、これを見ている人は、8ビートとか16ビートとか、8ビートのチャとかは、できるよというような前提で、そこから始まってます。コードもガズレレ必須コードは覚えているよという、そういう前提がありますんで、ちょっとわかんないなという方、ガズレレ初心者レッスンプログラムで、まず基本から習ってください。これはね、だからそういう風に経験した人が見ていただくというか、そういう動画の作りになっておりますということです。で、今からね、そのカッティングの、説明をどんどんしていこうと思うんですけど、一個だけめちゃくちゃ注意事項があります。カッティングって確かにね、簡単じゃないんですよ。簡単じゃないんで、このカッティングの練習をしようっていう時にも意気込んじゃってですね、みんなお勉強しようとか、修行しようとか、正座をしてみるみたいな感じになっちゃいがちなんですけど、それはね、やめた方がいいですよ。これはね、一個、コロッと考え方を変えると、ものすごい脳トレなんですよ。ゲームなんです。ゲームをやっていると。そういうふうに、ちょっとね、変換すると、すごくカジュアルに、どんどん体に入ってきて、楽しく覚えられるんで、これがキーポイントになると思います。はい。7つのステップで、まず前編、これから紹介していく。その前に、11月11日、東京渋谷にある、東京カルチャーカルチャーというところで、ガズレレの日のイベント開催です。めくるめく時間を一緒に過ごしましょう。時間帯、こんな感じで昼間になってますからね。はい。で、これ見てもらいたいのは、本編の後のこのね、五感談タイムみたいな、こんなのもあります。めちゃくちゃ面白いです。ウクレレ皆さん、ガズレレのイベント来る人はウクレレ持ってきてくださいよ。初心者の方も始めたばっかりの人も OK。お一人様も大歓迎、グループでもベテランもみんな楽しめる最強のガズレレイベント、ガズレレの日、ぜひ皆さんお待ちしてます。概要欄に詳細貼っておきますからね。それでは早速始めていきましょう。カッティングの基本中の基本、まず前編の、その1、ファーストステップからスタートしていきます。はい、それではまず第1ステップからいきましょう。超基本です。皆さん、C とか Am とか F と G7、これはもう大丈夫ですね。もうコードの説明は今回は省いていきますよ。はい。じゃあですね、まずどういう原理かと。まず第一ステップは、そういうことかということを、練習というかね、皆さんにレクチャーしたいと思うんですけど、じゃあ C を押さえます。弾きます。弾きました。左手見ててください。音止まりましたね。右何もしてないです。もう一回。音止まりました。はい。今は、わかりやすく、ここら辺でね、パッとこう手を触れたんですけど、もう一回見てて。ね、音止まったでしょ。これがですね、もうカッティングなんです。で、今は分かりやすくやったんですけど、ちょっとここ見ててくださいね。こんな風に距離を取らなくても、この場所で弦に触れて、この響きを止めることができますね。ね、できたでしょ。だー、はっ。はい。左手は本当に触れてるだけですから、弦に。パッとタッチしてるだけですよ。これ押さえちゃったら、こんな音が出ますからね。こんな音が。これダメですからね。本当に優しく弦に触れるだけ。これ覚えておいてください。C 押さえといて、パッ、触って、ピタッと音止まるでしょ。はい。まあこれをミュートっていうような言い方もしますけど、まあこれが一応ね、第一原則みたいなもんです。音をカットするからカッティングなんですよ。もうそのままです。この読んで字のごとく。はい。弾いて、触って止める。ちょっとこれ練習していきましょう。C です。せーの。できましたか？はい。音が鳴っちゃダメですよ。こうやって鳴っちゃダメですよ。これ、押さえすぎですからね。触るだけです。じゃあ次、違うコードでやってみましょう。じゃあ、Am です。同じことですね。はい。
この段階では左手の止める場所はここの場所でもいいし、この場所でもいいし、もう好きにやってください。触れるだけです。じゃあ次 F は、はい、 G7 いきますよ。ちょっと G7 指急に3本になるんでパタッとやりづらいかもしれない。これがポイントです。どこでもいいです。今の段階ではこの変な音出ててもいいです。こうやって音って止まるんだなということをまず第一ステップで知ってください。ちょっとじゃあこの4つのコードで練習していきましょう。せーの、 C から、次は G7 いきましょう。はい、Am、 どの指でもいいですよ。ひとまずはね、 F、 これでまず第一ステップが、レクチャーが終了しましたが、いかがですか？これはですね、まあ慣れなんですけど、まあガズの場合は C の時は、まあこういうふうに全部の指、で Am の時はただ薬指をこう当てるだけとかね。これ人によって違うんですよ。小指でもいいですよ。Am 止めるのに薬指でこうやって触る人もいれば、小指で触る人もいれば、人差し指で止める人もいる。まずこの段階では、どういうふうにでもいいんで、とにかくどこか触れて音止める。左手で。これをまず覚えておいてください。はい、もうこれで第一ステップ終わりました。じゃあ第二ステップに入っていこうと思います。第二ステップは一体何かというと、今のやつをちょっとリズムに合わせて、もうちょっとリズミカルに、たたたたと同じ長さで止めていくっていう練習をしようと思います。じゃあ C 弾きますよ。せーの、同じでしょ。だーだ、だ、だ、この練習、ちょっと C でしていきましょう。ワン、ツー、サン、はい。ワン、ツー、スリー、フォー、どうですか？止まりますか？次、Am いない。どこでもいいから指止めてください。次 F です。次は G7。 こういう練習ですね。これはですね、今のでちょっと難しかったら、もうめちゃくちゃゆっくりでもいいんで、この第2ステップのテーマは、同じ長さで止めるってことです。だ、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 この長さを均一にするってことです。ちょっともうちょっとゆっくりめでいきましょうか。せーの。Aマイナー。うん、はい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 、 F、 G7 いきます。 G7 が一番やりづらいから、指3本だから。はい、これが第2ステップですね。この辺からですね、ちょっとなんとなく、練習が必要になってくるかなと思うんですけど、基本的には、こういうことをカッティングの基本ではやっているんですね。何回も言ってますけど、これあれですよ、お勉強とか、そんな風に思っちゃダメですよ。ただの、ゲームだ。これは脳トレのゲームってやるといいんですよ。これお勉強だとか修行みたいに考えるとですね、途端につまらなくなりますから、この辺で言っときますけどね。今の第一ステップ、第二ステップ、まずこれが、カッティングって基本そういうことなのね、と。なんでカッティングって言うんだろうという、ね、この単語、このカッティングって何をカットしてんだよ。音の伸びてるのを切ってるわけです。これを知ってください、まずね。この言葉の意味をね。はい、今の、ステップ1とステップ2で、これでもうですね、皆さん、基本はもうだいぶいい感じでございますよ。はい。じゃあここでまた一回こう、
ほぐしてですね、体をですね。はい。で、ここでね、うまくいかないってことは、この一度二をね、ちょっと繰り返してもらって、体にこう、覚え込ませる。それが大事ですかね。はい。なんかね、なんか、毎日1分でも3分でも、ちょっとやるだけでね、これだいぶ感覚つかんでくる。触るだけ原理。はい。これをまず覚えておいてください。じゃあ次、ステップ3行きましょう。このステップ3からいきなりですね、ドンとレベルアップします。今って、こうやって弾いて、止めてましたよね。止めてる。はい。で、どういう状態かっていうと、この止めてる時に弾いてみてください。そうするとどうなります？こういう音がするはずです。ね。今 C で止めました。ね。弦触れてるだけですよね。左手。触ってるだけ。そうするとですね、その状態で弾くんです。右手。チャッっていうみたいな音です。これ、ガズレレではね、カッとか言ってますけど、カッって言ってるんですよ、ガズでは。カッ！はい。これが、登場します。そうするとですね、ちょっといいですか？ C 押さえて、じゃあ、カを鳴らしますよ。OK？ まず普通 C 弾いて、左手で音止めてから、はい。だから、弾く、止める、カ。この順番でいきましょうか。C から。せーの。はい。か。弾く、止める、か。わかるかな？はい。だからこの触ってる場所は、かの時は、どこでもいいですからね。ここで触ってる人はここでもいいし、ここでもいい。この差をちょっと知ってもらいたいですね。普通に弾くところと、弦を触れて、ミュートって言うんですけど、カッティングしてる時の、触れてる時に、これの存在を知ってください。これがですね、めちゃくちゃ大事になります。このステップ3からいきなりですね、本格的になりますけれども。その練習としてですね、まず、ステップ3は今のこの練習。ちょっともう一回じゃあ、コードを変えて今の並びで練習していきましょう。せーの、C 止める。C 止めるか C 止めるか C 止める次 A マイナー A マイナー止めるか A マイナー止めるか A マイナー止めるか A マイナー止める次 F です F 止めるか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  G7 止めるか G7 止めるかG7 止めるか G7 止めるかはい。この練習。これがですね、ステップ3からいきなりドーンとランクアップしたということですよ。はい。もう続けてどんどんいっちゃいましょう。ステップ4。この辺から面白くなってきます。ステップ4ではですね、ちょっとこの表を見てください。はい。これね、丸は引くんです。×はかです。かっつうのは覚えてますね。今、ステップ3でやった弦に触れといて、弾く。この音。これ、カッと言ってますけどね。はい。この表を見るとわかる。まずね、丸は弾く。じゃあ、C、バツだったら、C、バツ。こうなります。じゃあ、こうだったら、丸、バツ、バツ、バツだったらどうなるか。やってみましょう。せーの。はい。これ分かっていただけますかね。丸は弾いて、バツは弦に触れている状態、カッティングをしている状態で、カチャッと言わせるということですよ。もう一回、丸、バツ、バツ、バツ、丸、バツ、バツ、バツ。せーの、C から。リズムに乗ってください。F。左手の位置はどこでもいいですよ。弦に触れる。次 A マイナー次 G7 いきましょうか はいいかがだったでしょうかこれがステップ4このダーとこのバッテンかこれをリズムの中で、こう、うまく、こう、弾いていくということですね。でね、今はね、右手見てもらったら分かるけど、ダーッカッカッカッ、ダーッカッカッカッ、だったじゃないですか。
これをですね、今度アップも入れて、ダウンアップダウンアップでちょっと早めにやる練習にどんどん行きましょう。ちなみにこの動画をですね、こんな感じでどんどん淡々と進んでいくんですけど、皆さんちょっと難しかったらまた戻って、3とか4とか1から2からまたやり直してくださいね。今もステップ4にね、差し掛かってますからね。じゃあ今のパターンで今度はテンポちょっと上げて、アップとダウン、ダーカッカッカダーカッカッカでやってみます。同じですけどね、テンポをアップします。アップストロークも右手入ります。じゃあ C から。せーのー。いけるかな ?A マイナー。F。G7。はい、これでかなりステップアップしました。4までで結構これはいい感じです。これをリズムに乗ってできるようになると、いいと思います。右手はそんなにね、慌てずにもう柔らかく弾いてればいいですからね。ガチガチ弾いちゃ力がバキバキになっちゃうからね。16ビートとか8ビートとかガズレで言ってますけど、手首柔らかく、ダッカ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 ッ、慣れてきたらいいでしょ。 FG7、 はい、こんな感じののもですね、もう実はガズレレの日々公開しているレッスン動画ではこんな感じのはもうね、フレーズとして結構登場してますからね。やりました。ステップ4までできたらこれかなりですね、いい感じです。その調子です。分かんなくなっちゃったら戻ってやってください。じゃあいよいよもうどんどん進んでいきます。もうステップ5ですよ。ステップ5行きましょう。ステップ5はですね、もうこっからはですね、もういきなり来ますから。今度はですね、8ビートのタイミングでこれを弾くということです。8ビートって皆さん覚えてる？じゃんじゃじゃんじゃじゃん、じゃんじゃじゃんじゃじゃん。ガズレレで言う8ビートってのはこうですよね。C で弾いてみると。それで、ガズがみんなに最初のレッスンの順番の時にもね、これが出てきて、これ8ビートが弾けるようになった時嬉しいでしょ。これがなかなか最初ファーストステップなんです。ウクレレ、ガズレレ、レッスンプログラムの中でもね。で、まあ皆さんも練習していただいて、なんとかかんとかやってるうちにこの8ビートが弾けるようになったというふうに思うんですけど、この、ダンダダンダダン、このリズム感で今の丸×表記してみるとどうなるか。こうなります。いいですか？丸、バツ、バツ、丸、バツ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 です。だっかっか、だっか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 です。これ、意味わかりますよね。丸は引く、バツはカッティングでかですからね。もう一回ちょっと口で練習です。手を動かして口で言ってください。せーの、だっかっか、だっか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 、だっかっか、だっか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 です。それではですね、早速やっていきましょう。じゃあ C を押さえて、めちゃゆっくりいきますからね。右手はずっとこう、ダウンアップ、ダウンアップの繰り返しですよ。8ビートと一緒ですからね。覚えてるでしょ？じゃんじゃじゃんじゃじゃんって手はこうやって動いてるわけですからね。カッティングとオープン。弾くところとカッティングだけで表現します。せーの。だっかっか、だっか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 、弾くかっか、弾くかっかっかっか、ダウンかっか、このまま。One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. はい。つまりこれ2回しか弾いてない。ね。8ビートで。2回しか弾いてないですよ。あとは全部カッカッカのカッティングです。これ、わかりますよね。ここ安心してください。できなくて当たり前ですから、最初は。だけど、そういうことねっていうふうに理解すれば、あと話が早いんですよ。理解すると、あ、やってると、あ、こういうことかっていう瞬間がいずれ訪れますからね。まずそういうことになってんのかっていう気づく、そこに気づくための動画でございますね。今できなくても大丈夫ですから。ただ、なるほど、そういうことだったのねと気づいて、それで、それをだんだんね、頭で考えてわかるってことは、口で言ってできることって体にどんどん落とし込んでいって、いずれできるようになります。だからちょっと口で言いましょう、もう一回。手を振りながら。せーの、だっかっか、だっかっか、かっか、だっかっか、
カッタカッカッカッカ、はい、これですよ。じゃあこれでちょっとゆっくりいくんで、コード4つのコード回していきましょう。 C から1,2,3 はい、Am、 G7、 G7 がちょっと難しいかな。 Am、 F、 はい、こんな風にきっちりね、止めるの最初難しいと思うんですけど、まあ一応こんなことかってことを気づいてください。で、左手のね、G7 のところちょっと止めづらかったりとかすると思うんですけど、この後、後半の方ではですね、いろんなコードでこの止めるね、裏技みたいなのもちょっとレクチャーしようと思います。今の段階ではあんまり気にせずに、どこでもいいから、どんな風でもいいんで、弦触れて、カッ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 ってこの言わせてくださいということです。この辺で一気に来ましたね、皆さん。このステップ5。このステップ5でですね、これはもう一個皆さん新しい扉を開けることになると思います。8ビートでこれができたってことはちょっと聞いてくださいね。なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ、シャララララ、シャララララ。いいでしょう。これまた新しい扉開いちゃったよ、これ。これがカッティングのまあビートというかですね、こんな構造になってんです、皆さん。はい。ここまででもね、深いんですけどね、あと2ついきます。はい。前編は7個までやりますからね。じゃあ、ステップ6、第6番目のステップ行きましょう。次はですね、皆さん、これを知ってますよね ?8 ビートのチャっていうリズム、ガズレレレッスンプログラム出てきて、みんな練習してると思うけど、こうです。この、チャ、チャが出てきます。はい。これね、ちょっと皆さん整理しますよ。またこれ出しました。丸は何でしたっけ?弾く。バツは何でしたっけ?カッティング。星は、チャにしましょうと。この表を見てもらって、この丸とバツと星でリズムを表現していこうというふうに思います。はい、そういうことで、丸とバツと星があるということで、このカとチャが違うということを知るということが第6ステップになっております。はい。では第6ステップはすごくまあシンプルな章だなということですけど。まあこの今日最後になるこの7番目の章でですね、このちょっとコンビネーションの練習をしていきたいと思います。じゃあこれ見てください。バツバツ星バツバツバツ星バツです。これね、音似てんですよ。なんだけど、ここでしっかりとこのバツのところと星のところの違いを知ってほしいという。これがステップ6です。この辺からかなりハイレベルになってきました。ハイレベルになってきましたからね。2回言っちゃったら同じこと。いきますよ、じゃあ。まずもう、今回はコードなしですから。どこでもいいから押さえてください。触るだけだよ、カッティングだから。いきますよ。ゆっくりいきます。そうそう、こうなります。チャッツ、カッ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 。違いわかる?よく聞いてくださいね。この差が分かんないと意味ないんですよ。これね、初心者の人はきっとこんな感じに音だけ聞くと、同じ音じゃダメですからね。差をつけてください。だからカッティングの音をちっちゃくする方がいい。ガズさんの8ビートのチャってこういう風にアクセントが入ってるんですよ、チャの時に。ちょっと8ビートのチャを弾きますよ、普通に C で。このチャの時にちょっとアクセント強めてるんですね。それをこっちに応用します。なんでもうちょっとこう、左手をカッティングして、カッカッチャッカッカッカッチャッカッカッチャッカッカッカッチャッカッ。皆さんご一緒に。せーの、カッカッチャッ。強弱。こういう風に、今この練習ではね、このバツのカッティングのところはもう優しく、3弦と4弦だけをちょっとこう引っ掛けるだけでいいですよ。見てて、よく見て。ちょっとカチッカチッカッって言えばいいだけですからね。せーのー。これコードがないからね。カッカッカッチャッカッカッカッチャッカ。ちょっと速くしていきましょうか。チャッカッチャッカッカッカッチャッカッカッカッチャッカッ。これ練習ですからね。カッカッチャッカッカッチャッカッカッカッチャッカ。はい。
バツバツ、星バツ、バツバツ、星バツ。こんな感じで、バツと星がある。覚えておいてください。はい、こういう感じになっておりますと。今ね、1,2,3,4,5,6,7 と、7個のステップ。まずこれがですね、ガズレレの、わかりやすいカッティング。超基礎からの学べる、ガズレレのカッティングの前編動画。まず最初の7ステップでした。7ステップ。いかがだったでしょうか。これが、まずね、分かってくると、この後続く後半で、かなり、いい感じになってきますからね。そういうわけでですね、今回のガズレレのカッティングの超基本、ほんとゼロから分かるカッティングの前編動画は、今日これにて終了になります。まずね、慌てなくても大丈夫ですか。これ、何回も何回も今日は言い続けますけど、一個の脳トレ、ゲームとしてやるのがいいですよ。お勉強とか修行になったらね、つまらなくなっちゃうからね。これ面白いなと。こういうことが、音楽で行われてると知ると楽しいじゃないですか。で、ちょっと今日ね、特別にね、今ね、まだ本当に始まったばっかりの要所要所じゃないですか。じゃあ今後こういうことを使ってどういうことができるかっていうのをちょっとね、やってみようと思います。1,2,3,4! ビートなんか登場するとこんなこともいずれできるようになると思うんですけど、まず基本はですね、こんなところから始まるわけです。はい、今日はなかなかすごいですよ。これまずじっくり何回もわからないところで止まって何回もやり直してください。この前編の7個の動画だけでもですね、ドカーンとまず基礎ができますからね。ほんと1日3分とかね、ちょっと脳トレとしてこうゲーム感覚でやるのがキーポイントになりますからね。はい、そういうわけでね、この後に引き続きます後編の動画もですね、期待してお待ちください。これは続いてますからですね、まずこの前編見てから後編に行ってください。後編いきなり見たらドッカーンってなっちゃいますからね。はい、でも、大丈夫です。安心しなくできるようになるので、じっくり行きましょう。さあ、これ、11月11日、東京渋谷にある、東京カルチャーでガズレレの日のイベント、待ってますからね、皆さん。本当にウクレレ持ってきてください。もうめちゃめちゃ楽しい時間を一緒に過ごしましょう。11月11日土曜日、昼間の時間帯です。こんな時間割になってるんですけど、今回のキーポイントはこの最後のね、この乾杯タイムみたいな、このみんなでワイワイする時間が結構楽しみだなと。もちろんガズレレの日のイベントはですね、もう大セッションしますから。最高ですよ。よろしくお願いします。あと、ポップアップショップが初の北海道上陸、その後愛知県でも開催されます。この辺のことについても概要欄に貼っとくし、あと G ラボではね、このウクレレスタッフ募集しております。全国各地年齢、性別、経験問いません。応募資格は、面白そうというやる気とチャレンジ精神と、やってやるぜという、そんな、ガズレレのね、そんなのが、応募条件になってますね。概要欄チェックしてください。それでは後編の動画カッティングもよろしくお願いします。バイバイ。